ハゲ制限でのプレイ7回目になります。最近よく考えるのですが、なぜ世の中的にはハゲがあまり好ましくないイメージで受け止められているのかということをね、考えるんですね。で、多分誰かが言ったからそのような風潮になったのでしょう。で、それはどこまで歴史を振り返っていけばいいのか。そういえば信長は明智光秀のことをハゲ頭だなんだと小馬鹿にした、そういう経緯がありますよね。となると、もしかしたら歴史的にもハゲをバカにするという風潮はこの織田信長のせいなのかもしれません。これは明智光秀も黙ってないでしょう。というわけで、明智光秀と一緒にいよいよ織田攻めをしたいと思います。俺らも加勢しますぞ。ではいよいよハゲの敵の織田信長を倒していきます。隠れ。ただまあ今現在で言うと、このカツラ会社とか育毛剤メーカーがそういう風潮を作っているというのはよく言われることですよね。そうすることによって彼らはお金を稼ぐと、カツラを売ってお金を稼いだり、もしくは育毛剤を売ってお金を稼ぐと、そのためにまあ、ハゲは良くないと、だらしないとかかっこ悪いとかいう風潮をまあ作っているわけですね。なので、そういった手に乗らずにハゲの皆さんはハゲのままで生きてもらいたいものです。キリがないですからね。まあ寿命という寿命で言ったらダメですね。まあ毛根の寿命ではありますけど、まあ生き物としてやはりそうした髪の毛が抜けるというのはまあよくあることですので、これはハゲがわらわら集まってちょっとうまくポジション取れてないような状況になってますが、ようやく攻撃できるようになりました。いやー、ハゲは協調性がなくて困ります。それにしてもわらわらと集まってますね。この織田信長が全ての敵です。おっと、ここに素晴らしき人がいますね。ハゲ田信玄、この人はぜひとも我々の仲間にしなければいけません。ここは大合戦やってみましょうか。ハゲ VS 信長、どちらが勝つのか。兵力的には我が軍団の方が上です。ハゲで囲みましょう。みんな手を貸してくれ。かしこまりました。まさにこれは四面ハゲの状態。中国の故事で言われている通り、もう四方からハゲに囲まれたら戦う気力もなくなってしまう。多分周囲の皆さん、ハゲの皆さんはお経を読んで、この稲葉一徹は、ああ極楽浄土に生きるんだと、そういう思いで今いるかと思います。こうやって坊さんがお経を唱えています。大変勇ましいお経ですね、これは。このそうそうたるメンバー、我が采配で勝たせてもらう。いやー、いいですね。この攻め、生きれまい。ここまでハゲに囲まれて信長軍団も極楽浄土に行けることでしょう。助
さて、生えてる人たちが続々といなくなっていきますね。いやー、良い気味です。そして一人こちらの武将が極楽浄土に行きそうな気配です。あ、織田信長ここにいますね。もうじゃあ囲って倒しましょう。みんな手を貸してくれ。承知いたしました。無駄に過ぎてないぞ。この炎灰となるがよい。いや、灰となるがよいと言ってますが、ちゃんと仮装を仕上げますので安心してください。ちなみに仮装自体は全く仏教とは関係ないんですね。仮装をしなければいけないのはもう日本の法律で決められてますので、特定の地域だと土葬の習慣があるところは、まあ、土葬を今のところ認められているのですが、基本は仮装をしなきゃいけない。もちろんこれは衛生面とかそういった問題があるので、これはまあ法律で決められている問題です。別に仏教だから仮装するとかそういう話ではありませんので、そこは間違いないように。とはいえ日本で早い段階で仮装をやったのはまた仏教関係者とも言われてますので、そういった意味ではハゲと仮装は少し関連があるのかなと、そういう捉え方ができます。でまたこちらから極楽浄土に旅立ったハゲがおると、まあいい感じに勝てたかなと。とはいえ初期の兵力差とあまり変わらない減り具合ですので、おっと、あなたはこちらの仲間のはずですが、なぜそちらにいるのか。さてお互い煽り返してますが、あと少しで信長が、ナムナミダブツと相成りました。関ヶ原の戦い、さてもう綺麗になったところであとは一気に行きましょう。もう南の方が手薄になってますので南を別動隊で向かいます。そしてここで因縁の対決、織田信長と明智光晴、これはなかなか見どころですね。大垣城も取りました。ちょっと稲葉山をまた四面ハゲでもやりましょうか。名古屋城を取り織田信長も倒し、ただ織田は、ここで小田原城、北条家が取り返そうという流れですね。さて稲葉山もとっとと落としましょう。逃げるなら今のうちだぞ。鳴海城も取り、はい、続々と織田の領地が積年の恨みとばかりに、お任せください、奪い取ろうとしています。本願寺によって突破しました。さて稲葉山も取り終えました。いや今現在2016年の8月上旬なのですが、やはり夏になり暑い日が続いてますね。やはり暑い夏にはアイスが食べたくなります。皆さんはどんなアイスが好きでしょうか。私はどういうアイスを食べているかというと、
ハーゲンダッツを食べてます。戦い抜くのだ。まあ、ハーゲンダッツ捕らえた。これはまあいろんな種類があるんですが、このハゲダッツの何が好きかというと、チョコブラウニーが美味しく私はよく食べてます。皆さんはまあハゲダッツの何が好きか、もし好きなものがありましたら、ぜひコメント欄に好きなハゲの名前を書いていただけたらと思います。もう織田信長もあとわずか、織田原城も北条家が奪い返しそうな感じですね。もう抵抗も虚しく、戦の支度をせよ。会えるぞ、助立しよう。明智光秀さんに倒されるだけの織田信長、まあ、こんな信長は見たくないという人もいるかと思いますが、これが現実ですね。もう萩には勝てない。ただただその一言です。高東城を取り、次は上原城へ。城に取り付け、出陣します。助立ちいたしますぞ。我が道を開けろ。福島も取り終えました。お任せした。承知いたしました。承知いたしました。では最後は全員で上原城行って、信長の最後をみんなでお経を読んで祝いましょうか。お前のせいで加勢いたす。この平成のハゲも苦労している、そういうことですね。門を破るのです。余計なことを言ったために、もっと、ちょっと待って、ちょっと待った、なんだこれは。真田がちょっかい出してくる。真田もハゲがいるという話ですが、あのハゲは仲間にしない方向でやってきます。ここが貴様らの地獄よ。上原城を取り、敵将捕獲した。では徐々に入城できる人から入っていきましょうか。そしてどんなハゲがいるのか見ていきます。なかなかやはり織田家にはハゲがいない。そりゃあ明智光秀さんもいろいろ思うところはあったでしょう。さて織田信長、いよいよハゲの敵倒すことができました。で、武田信玄はこのもさもさ髪の毛のように見えますが、この中身はハゲですので当然仲間にします。そうです、仲間にするんですね。ここでやっていかないといけない。他は、筒井家は立派なハゲを喪失してますね。多分筒井家は本願寺家に次いでハゲが多い、そういう家柄だと思います。さて他にいるのかどうか。いなさそうですね。ではハゲダ信玄のみ仲間にして、ハゲの敵の織田信長は処断します。ナムアミダブツ。また残りも続々とお城の中に入れて、仲間にできる武将いるか確認していきましょう。さて引き続き見ていきましょう。いないですね。おお、やはり筒井家、ハゲの名産地。おっと、そして織田長松、裏臭いという名前の方で知ってる人も多いかと思います。さて残り2部隊、他に優秀なのがいるかどうか。どうでしょうか。これは顔だけは優秀な感じですけど、この後ろでちょんまげスタイル言ってる人はハゲ扱いではありませんので、
南無阿弥陀仏。さてこれで織田家は一服と、次はどこを攻めるかですよね。外交状況を見てみると、上杉が残り4ヶ月、次は今川ですかね。先に今川行って上杉行って北条行ってという感じになるのでしょうか。ではまあ進めていきましょう。今今川家との同盟が切れましたので、いよいよ今川家を攻めていきたいと思います。ここも優秀な派家の方がいますので、ぜひにも仲間にしたいと思います。何ですか？かしこまりました。おっと、なぜかお任せください。清須の方に攻めてくる。止まれ。加勢します。我が軍団に敵はおらぬ。我がハゲ軍団に敵はいない。武田信玄もそのように申しております。承知いたしました。さて武田信玄が鳥羽城を落とし、順調にハゲの大名行列が進んでますが、これは後ろの方でちょこちょこと、そしてこれは真田、ここで攻めてくるか。ほんと真田らしい、いやらしい攻めを。真田も次行きましょうか。このまま今川を倒す流れで、困りました。岡崎城も取り終えてますので、ここは貴様らの地獄よ。敵に城を奪われました。真田に奪われたか。まあ良いでしょう。これは少しだけ角度を変えて進みます。かしこまりました。助け立ちいたしますぞ。危ない危ない。こちらが極楽浄土に行くところでした。ちょっとぼーっと戦ってしまうと、今みたいな状況に陥ってしまいます。この武将も危ないですが、さーて真田の方はどうなるのか。ここでちょうど攻撃できてますので、そしてここ女性唯一のハゲキャラとして受刑に、この方も優秀ですので、ぜひとも仲間にしたいかなと。あー、わざわざ今川はこの場所まで攻めてきていたようですね。で真田家のハゲといえば真田幸村ですが、一応この人はハゲ扱いでないようにしようかなと。ハゲ扱いにしてしまうと、まあ、強くなりすぎるというのもあるし、まだこの若いグラフィックですのでね、これはハゲでないということでやっていきたいと思います。力を合わせ、まあいろいろコメントでいただいてるコメントで、この武将は後々坊主になったからハゲでしょとか、そういったコメントが特に前回の動画に対して多数寄せられたのですが、この辺りは分かりやすさみたいなものも考えて選びましたので、その点はご了承ください。今川はあと残すは少しの城のみ。この戦我らの勝ちだ。で上原城はあっさりと奪い返します。我らも活性する。僕よ。そのまま上原の部隊は中野城行きましょう。かしこまりました。承知しました。力を合わせ神原城も取り終え、今川家は
滅びました。さて、新たなハゲが仲間になります。これほど喜ばしいことはない。まずは一人樹形鬼が仲間になりました。真田は先ほどこちらに攻めてきたから、その隙に別の部隊にこの襲われているという、いや相変わらず間抜けですね真田家は。さて大元節祭、こちらはもちろん仲間にします。あとはそうなんですよね、このいい直虎も確か出家してるはずなので、まあ、出家してその後戻ったとかいう話ですので、一度ハゲにはなってるんじゃないかなと。まあその後も最後はまた出家したのかな、確か。次回の2017年の大河ドラマ女城主直虎の主人公ではありますが、まあ今回は残念ながら南無阿弥陀仏ということで、今川家は2人でしたね、大元節祭と樹形に。今回はこの辺りで終えたいと思います。新たなハゲも手に入れましたので、もうかなり強くなりましたね。この後はもうしらみつぶしに敵を倒していき、最後は、まあ、九州でこちらも偉大なハゲを仲間にするために戦っていこうかなと。それで感動のエンディング迎えたいと思います。では引き続きご覧いただけたら幸いです。